久保さん、今回東京オリンピックにしましょうか。まあね、東京オリンピック、まあいろいろとね、なんか、あのー、ね、世間で騒いでますけども、まあ久保さんと僕がやることは、まあ大して変わんない。動画を撮ると。で、まああのー、なんだろうな。まあ社会依存っていうね、あのー、久保さんがお話ありましたけども、うーん、今ね、アンケートも 撮ってるんですけどプレゼントで昨日からプレゼント始めたかうんまあ結局その多いのが行動できない継続できないみたいなねあの非常に多いですうん要は変えちゃい変えないといけないものと変えるべきものっていうのが世の中には存在していてあの 社会が変わっているんだったら社会に合わせることも大事なんだけど、社会に合わせながら続けることも大事なんですよね。うん。だから、まあこれはね、自分でビジネスをした方がいいと思うんですけどね。自分で <laughs>。うーん。例えば、まあ東京オリンピックで言うならば、まあ東京オリンピック、オリンピックに依存するみたいなね。わかりますオリンピック、まあ僕はスポーツやってたんで、オリンピックっていうのがあって、で、 そのオリンピックに出ることを生涯の目標にして頑張ってる人もいる,いると思いますし、まあ、いますよね。だけど、じゃあオリンピックがなかったらどうすんのって話で、多分ね、あのなんか生きる活力だったりとか、目標を失ったりとか、その大会がないとできないみたいなね、なんだろうな、うんまあその、社会が作った大会。 で、その大会で優勝する1位になる。っていうところに依存してしまうと、それがなくなったときに、まあ、今回は異例ですけどね。今回は異例なんだけども、まあ、つまとめると伝えたいことって何かというと、自分依存ですね。自分を高めるっていうところに依存した方が、僕はいいと思いますね。うん、自分依存っていう。うん。 もちろん周りを見ていかないといけないですよ。周りの流れも見ていかないといけないんだけども、自分が生きていくために自分を高めていくっていうことが大事なんじゃないかなと。うんで、自分依存っていうのは自分の力にその固執するわけでもなく、常にその高めていく。だ切磋琢磨の一人番ですね。切磋琢磨ってお互いに切磋琢磨していきましょうみたいな話じゃないですか。じゃなくて、自分。 もう一人の自分と切磋琢磨してやっていくっていうことですよね。うん。自分を高めていく。それが、今後多分、まあ世の中の流れが変わっていく中で、一番僕は大事なんじゃないかなと。なぜならば、社会依存ができなくなるので、今後は。 もう一度言いますね社会依存ができなくなるんですよ。今までは会社に依存してれば、会社が給料払ってくれる、会社が退職金もらえるっていう依存しといても問題なかったんですよ。だけど、これは時代が変わって依存できなくなるんですよね。だから、自分自身のパワーというかね、自分自身が生き抜く力っていうのを高めていかないと、今後の時代っていうのは乗り切っていけないんじゃないかなと僕は思いますけどね。逆に言うと、それのパワーがある人。 だすぐ行動できる人、継続できる人、もうこれがもう強い。もう何よりも強いと。うん。で、さらに言うと、多くの人は今まで社会依存とか、いろんなところに依存していたので、その一人でね、継続できる人、すぐ行動できる人に憧れるわけですよ。そこに信頼を置くわけですよ。だつまり、ビジネスができるってことですね。だから僕がなんで商品売れるのか、久保さんが商品なんで売れるのか、それは日々継続して、ね、発信してるからですよ。 この人は本当に発信してるなっていう話なんですよ。だ今まではね、社会的信用だったりとか、エビデンスだったりとか、まあそういうところにフォーカスが当てられてた部分があるんですね。まあ今、今もありますよ。金持ちブランディング未だに通用するのであるんだけども、これからの本当のブランディングっていうのは、その人自身の、内うちになるブランディングというか <laughs>、 この人は本当だなって思えるような行動量だったりとか、うん、実際や,や,やってるっていうところが僕は大事かなと思いますね。うん。まあ今後の時代の流れはそんな感じかなと思います。まあ、より一層自分を高めていかないと生きづらくなると。社会依存はもう無理ということですね。はい。いってらっしゃい。